皆さんこんにちは、ケンチチャンネルです。今日の動画もですね、センセーショナルなゲームのニュースをまとめて真面目におごそかにお伝えしていきたいと思います。センセーショナルで思い出したんですけれども、先日私の嫁が出かけておりまして、帰ってきた時にお土産を買ってきてくれたんですよね。なかなか珍しい出来事に私は嬉しくなりました。買ってきてくれたのはこちらです。なかなかにセンセーショナルな出来事でした。というわけで、先日からモンスターハンターワイルズのオープンベータテストが開催されております。現在は PS プラス加入者限定のオープンベータテストではありますが、早速すごく話題になってますね。もうなんたってめちゃくちゃ面白い。いろんな武器を試してみたいですよね。そして今回の新しいモンスターハンターワイルズの今までにない世界観、まあ、砂漠が舞台になっているからっていうところもあると思うんですが、なんか全体的に鉄っぽいと言いますか、やや武骨寄りな感じっていうのがすごくありまして、個人的にこの世界観すごく好みですね。製品版がますます楽しみになったというような、そんなオープンベータテストなんですけれども、やっぱりこのゲームパフォーマンスの面でもすごく話題になっておりますよね。 PS5 だと 30fps くらいしか出ないんじゃないか、パソコンもすごい高い性能が必要なんじゃないか、いろんな憶測が飛び交っておりましたが、実際 PS5 で起動してみると全然遊べるじゃん。ちゃんとフレームレートモードが用意されておりますし、解像度優先モードにしても 30fps 固定というわけではないので、問題なく遊べるレベル、まあ、とは言っても問題なく遊べるレベル。なんで俺たちは一瞬でもカプコンを疑ってしまったのだろうか。辻元さんのこの自信に満ち溢れた目を見れば、パフォーマンスが大丈夫なことだなんて分かりきっていたはずだというのに、ごめんなさい辻元さん。まあ、とはいえパフォーマンスに関しては感じ方は人それぞれ。パフォーマンスモードだと解像度が下がりすぎてグラフィックが嫌だなと感じる方もいるでしょうし、解像度モードだともう一息フレームレート出てほしいんだよなと感じる方もいらっしゃるでしょうに、まあ、その辺を全て解消しようと思うとパソコンということになってくるでしょうし、逆に PS5 Pro だと解像度モードでもっとフレームレートを上げることができるのかどうか、その辺ももろもろまだまだ気になることがたくさんありますよね。どうなんですか辻元さん。ねえ、ね、辻元さんどうな、お前はいい、お前は出てこなくていい、カン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 じゃねえんだよ。話題になってるのはそれだけではなくて、雲恐怖症対策モードみたいなものが用意されておりまして、体験版の範囲内でも隔ての砂原では虫が出てくるんですが、虫がもろもろスライムになりますね。あ、こういう変更点なんだ。虫の解像度が下がるとかではなくて、全く別の生き物にすげ替わっております。まあ、この辺の細やかなアクセシビリティ設定の用意具合にカプコンへの信頼がより厚くなっていきます。ありがとう辻元さん、でも俺は使わない。いや、雲は苦手なんだけれどもね。では続きましての話題いきましょうか。コンコードの開発スタジオが閉鎖します。これとんでもないニュースが入ってきてしまいましたね。まあ皆さんコンコードについては十分に熟知していらっしゃるかと思いますので、あえて説明は必要なさそうですけれども、一応説明しますと、プレイステーションのファーストパーティータイトルでアリーナシューター型の FPS でライブサービスのゲームとなっていたのですが、ファーストパーティーにもかかわらず発売前の体験版や発売後も全く注目が集まらず、発売からわずか10日でサービスを打ち切りにしてしまったという恐ろしい偉業を成し遂げてしまったゲームなのである。かつて週刊少年ジャンプでたった8話で打ち切りになったボボボボボボボの作者のチャゲチャという漫画なんか目じゃないくらい早い。サービス開始以降 Steam 版の同時接続数は600人程度、遊んでる人全然いなかったのに、サービス停止になった途端コンコードについて話し合う人が溢れ返り、何万件ものコメントが寄せられていました。信じられねえだろ、トレンドになったのにほとんどの人が遊んでないんだぜ。まさに失敗エンターテインメント、誰かの失敗が人々のエンタメになってしまっているというのは否定しようのない事実なのかもしれませんね。そんなわけであっという間にサービスが一時停止されたコンコード、あくまでも一時停止という状態だったので今後どのようになってくるのか注目を集めておりました。このゲームを開発したファイアウォークスタジオが新しく生まれ変わらせるのか、それとも全く別の新しい IP をファイアウォークスタジオが制作するのか、答えはスタジオの閉鎖だった。そりゃないぜソニーさんよ。ここで SIE の社員に CEO から送られたメールの一部を抜粋して見てみよう。 SIE のスタジオ事業を強化するための継続的な取り組みの一環として、ネオンコイとファイアウォークスタジオの2つのスタジオに関して
難しい決断を下さなければなりませんでした。おい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 、ちょっと待てよ。もう一個スタジオ閉鎖してるじゃねえか。ファイアウォークスタジオはコンコードで話題になったからいいものの、こっちのネオンコインに関しては全く話題になってない、あまりにもかわいそうすぎるスタジオである。そう思い、私はこのネオンコインというスタジオを調べてみた。どうやら2022年に買収され、プレイステーションスタジオに参加しているようです。コンソールのゲーム開発とは別に、モバイルのゲームを制作していたようでして、プレイステーションスタジオの IP を活用したソシャゲを作っていたのではないかと思われます。ああ、確かに理にかなってますね。ゴッド・オブ・ウォーとかホライゾンのスマホのゲームが出れば、海外ではそれなりに人気が出ちゃいそうですよね。しかし、このネオンコイというスタジオに関しては、何の作品も発表することすらなく終わってしまいました。何のために買収したんだよ、おい。っていうか、ネオンコイのホームページに行くと、なぜかデュアルセンス持ってゲームしてるんですよね。モバイルのゲームじゃねえのかよ。まあ、とはいえすごく楽しげな2人ですよね。あなたたちが開発するゲーム、ちょっと遊んでみたかったよ。先ほど途中まで読んだメールの中に記載があるのですが、モバイルはスタジオ事業の優先専用分野ですが、モバイルへの取り組みはまだ初期段階にあります。どうやら SIE はモバイルへの参入はもう少し先になりそうですね。コンコードのファイアウォークスタジオに関しては、コンコードの特定の側面は優れていましたが、他の側面は十分なプレイヤーに受け入れられず、結果としてゲームをオフラインにしました。私たちはこの数ヶ月間、あらゆる選択肢を検討するためにかなりの時間を費やしてきました。熟考の末、ゲームを永久に終了し、スタジオを閉鎖することが最善の道であると判断しました。ファイアウォークの皆さんの職人技、想像力、献身に感謝したいと思います、というふうに記載があります。ブルームバーグの報道によりますと、今回のスタジオ閉鎖で210人が解雇されると言われております。他のスタジオに移動したりするというような可能性があるかどうかは分かりませんが、まあ、これにより多くの人が職を失ってしまったことは確かだと思われます。それこそコンコードにおいては開発費が4億ドルかかっていたなんていう話も一説としてありまして、まあ、その説に関しては元 IGN の記者の方が開発に関わった人と話をして情報を聞いたみたいなことらしいんですけれども、え、ちょっと待って、この話に出てくるの全員元〇〇だね。全員元〇〇。せいせい。コンコードに4億ドル？現在の日本円にすると600億円近くですか？ラストオブアスパート2でも2億2000万ドルって言われてるんですよね。このゲームにそれだけかかったとはさすがに信じられない気はするんですが、ただ一方でファイアウォークスタジオの買収金額などは明かされておりません。ひょっとしたら買収金額も含めてそれぐらいかかったということなのかもしれませんね。確かにコンコードにはお金がかかっていたのは確かかなっていう見た目はしてるんですよね。ただ4億ドルはさすがに不可視だろうなって思ってたんですが、でもよく考えてみると SIE としては初めて本格的に力を入れるライブサービス型のゲームとしてはお金をかけるでしょうし、スタジオの買収費がどれぐらいだったのかは分かりませんけれども、そういったものももろもろ含めたりすると、まあ、とんでもなくお金がかかっていたことは確かなんだろうなというふうに感じます。ここで恐ろしいなと思うのは、このコンコードの教訓を生かしてファイアウォークスタジオでじゃあ次こそ成功させるゲームを作ろうではなくて、スタジオの閉鎖っていうところがやっぱりポイントだと思うんですよね。このスタジオではもう次ゲームを作ったとしてもダメだろうと判断されてしまったわけですから。いや、まあ確かにきついか。あのコンコードを作ったスタジオのゲームが登場しますとか言われても多分ネタにされてしまいますよね。失敗エンターテインメント。失敗したゲームへの揶揄としてアンセムになるぞとかアンセムみたいだなとかそんな風に言われておりましたけれども、今後はコンコードだなと言われる日が来るのかもしれませんね。いや、でもアンセムはね、本当あと寸出のところだったんですよね。まあ、アンセムに関してはあれ開発者が悪いっていうよりも経営陣が無茶なものを押し付けすぎたっていうところがあると思うんですけれどもね。何が起きていたのかっていうのは何年か前に動画にしてたりしますので、気になる方はそちらの動画を見ていただければと思うんですが、いや、でもアンセムね、根強いファンがいてまだ遊んでる人とかいるんですよね。アンセムもまだ遊んでるよっていうアピールするような SNS のポストに元開発者の方が反応しておりまして、いつかリブートしてみたいねなんていうコメントを寄せていたりもします。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、アンセムのリブートとか成功する未来しかねえじゃん。いや、今なら話題性もバッチリだし、数年経って再評価される流れにはなってないと思うんですけれども、それでもなんやかんやいろいろ作用した結果リブートしたら大成功ってなりそうな空気感はすっごいありますよね。なんか知らんけど、まあ、油断したら今アンセム 85% オフとかで買えるので、機会があったら皆さんも遊んでみてください。まあ、そんなアンセムなんですが、バイオウェアっていうスタジオが開発しておりまして、ここ最近でバイオウェア新しいゲーム実は出すんですよ。皆さん名前聞いたことあると思うんですけれども、
ドラゴンエイジベイルの守護者、これバイオウェアが開発してるゲームなんですよね。というかバイオウェアってもともと名作ゲームばっかり作ってたんですよね。むしろアンセムが異変だったんですよね。それにほらドラゴンエイジベイルの守護者はメタスコア84点、安定的な高得点を叩き出しておりますね。コンコードのファイアウォークスタジオも閉鎖さえされていなければ次のチャンスがあったかもしれないのに。まあでも PVP の FPS は結構難しいか。 SIE の発表にも PVP ファーストパーソンシューティングジャンルは継続的に進化している競争の激しい分野ですがって書いてありますからね。すごいどうでもいい話なんですけど、 PVP ファーストパーソンシューティングジャンルって結構言うの難しいんで皆さんもチャレンジしてみてください。素早く10回言えたらすごい。まあ、話それてますけれども、いやそれこそ同じジャンルの Apex Legends なんですけれども、まあ同じジャンルとは言ってもコンコードはアリーナ型、 Apex Legends はバトロワ型なんで同じジャンルだけど同じではないなんですが、最近の話題で Apex Legends は新作になる Apex Legends 2を作るつもりはないらしいです。あくまでも現在の Apex のまま進化させていくということなんだそうです。これはですね2025年の第2四半期の決算発表の質疑応答にて CEO の方がそうおっしゃってたみたいです。ただまあ Apex Legends もここ最近ではプレイヤー数結構落ちてきてはいるんですよね。まあこれはあくまでも Steam だけの同時接続数ではあるんですけれども、2023年の同接62万人をピークに最近だと20万人を切るぐらいのところまで落ちてきております。もう長く続いているゲームですから、まだ現在もここまでキープできているっていうこと自体がすごいことではあるんですけれども、まあもちろんエレクトロニックアーツとしては長期的な運営をさらに目指していきたいところですよね。まあそうなってくるとやっぱり Apex Legends 2かなとか思ってしまうところではあるんですが、 CEO の方曰くライブサービス型のゲームでバージョン2がバージョン1ほど成功した事例がないといった見方をしているようですね。まあ確かにオーバーウォッチ2とかはどうなんでしょうかね。あとカウンターストライク2とかも、まあそれらは前作からのバージョンアップに近い感じだとは思うんですが、結構成功しているようにも見えるんですけれどもね。まあそんなわけで Apex Legends も長期運営の中で成長を続けていくためにゲームプレイ自体の根本を変えるような革新も必要になってくるみたいなことはおっしゃってるみたいです。そうか、 Apex Legends は2はありませんか。日本でもめちゃくちゃ人気のゲームでしたからね。まあ、新作よりも現在の Apex Legends のまま何か改革を起こしていくんだそうです。なんかすごく個人的な話であれなんですけれども、シューターのゲームはやっぱり私は Call of Duty が一番好きですね。 Black Ops 6もすげー今楽しいです。でね、なんか海外のメディア見てたら Call of Duty Black Ops 6が2回目のアップデートを実施。ちょ待て、早い、もう2回も行っちゃったの。まだ発売して5日ぐらいしか経ってないっすよね。どんだけ早いんすか。どんだけ早漏なんすか。ごめんなさい、言うの我慢しようかなと思ったんですけど、ちょっと口をついて出てしまいました。まあアップデートの内容自体はね、そんなに大きいものではないみたいなんですが、ちょっとした修正とかちょっとした問題への対処みたいです。細やかなアップデートが行われている Call of Duty Black Ops 6をぜひ皆さんもプレイしてみてください。ちょっと噛んでたね、甘がみ。まあなんか話が行ったり来たりして申し訳ないんですけれども、まあ、ファイアウォークスタジオやもう一つのスタジオの閉鎖など、スタジオの閉鎖って聞くとなんかやっぱり残念な気持ちになりますよね。ここ1年ぐらいは結構そういった話よく耳にしますからね。元プレイステーション幹部のショーン・レイデンっていう方が以前にあったソニーのジャパンスタジオの閉鎖についてなんか語ってくれたみたいなんですよ。 IGN のインタビュー記事で掲載されていたみたいなんですが、そのショーン・レイデンさんっていう方はソニーで30年間勤めていて、ワールドワイドスタジオの会長を務めていたりもしたみたいなんですよね。まあすごい方ですよね、言ってしまえば。こんなスパイダーマンの T シャツ着てますけど、まあ、若干似合ってない可能性。いや会長の方はやっぱりスーツの方が似合いますよねっていう話なんですけれども、2021年にソニーのジャパンスタジオが閉鎖しましたが、ソニーがそういった決定を下したことについてショーン・レイデンさんはどのように感じたかという話なんですが、ジャパンスタジオが閉鎖に至るまでに大きな成功を収めるのに非常に苦戦していたということを考えると、その決定は全く予想外のことではなかったというふうにお話ししております。なんかジャパンスタジオといえば結構ヒットを出していたような気もするといえばするんですが、実際ソニーの評価的にはそうではなかったと。ショーン・レイデンさん曰く、スタジオがヒットをしばらく出さないと
なんかそのヒットを出すための感覚を忘れていってしまうみたいなお話をしておりまして、ヒットを出していればヒットを出すための感覚みたいなものが養われて、次々ヒット作を出すように追い求めていくんだけれども、ヒット作に恵まれないとどのようにヒットを飛ばせるのか、ヒット作を生み出すためにどうやって到達したのか、それを忘れてしまうみたいなことをおっしゃっております。まあなんだろう、成功する癖とか負ける癖とか、確かにちょっとね、あるといえばあるなと私も思ったりはします。まあそんな中でジャパンスタジオを一度解体して、ジャパンスタジオの少数のメンバーはチーム遊びに参加して高評価を得たアストロボットを生み出すことができた。盆栽のように一度根元まで切り詰めてまた成長できるかどうかを確認する、そういったやり方をするみたいな話をしておられましたね。まあ今回も同じようなやり方でファイアウォークスタジオから得た知識、得た経験なんかを他のスタジオで活かせるといいですね。さあ皆さん、今日なんかそんな感じで悪いニュースばっかりなのかなって思われました？全然違いますよ。いいニュースもありますよ。新三国無双オリジンズ、スチーム版はウルトラワイドモニターに対応すると発表されました。やべえ、この圧倒的な臨場感。ウルトラワイドモニター対応告知の動画とか出てるんですけれども、いやこうなると凄まじい臨場感出ますよねって、あんまり関係ある人いないか。ウルトラワイドモニター使ってゲームやってる人ってどれぐらいいるんだろうね。まあゲームプレイヤーの中でめちゃくちゃ少数派だとは思うんですけれども、なんかこれ見たらすごいいいなって思って、私新三国無双オリジンズ東京ゲームショーで試遊してきたんですよ。結構迫力ありましたよ。久しぶりに無双買おうかなってちょっと思っちゃってるぐらいではあります。まあ私が購入した三国無双って初代三国無双なので格ゲーだったんですけどね。なんかゲームの行き着く先はフルーダイブとかVR とか、まあいろいろあるかもしれませんけれども、その前にまずモニターで自分を包むがひょっとしたら一番近道なのかもしれませんね。ウルトラワイドモニター欲しくなってきたかもとかちょっと思っちゃっております。いやでもいいやつ買うとめちゃくちゃ高いんだよね。めちゃくちゃ高い。では続いては任天堂のゲームラッシュがやってきました。突然発表されたんですけれども、ゼノブレイドクロスディフィニティブエディションが発表されました。任天堂スイッチ向けに2025年3月20日発売です。2015年にね、WiiU 向けに発売されておりました作品ですが、 DLC なども収録されて発売されます。これで任天堂スイッチでゼノブレイドのシリーズが全部遊べるようになりましたね。任天堂さん、次はゼノギアスですね。まあおそらく後継機向けに新しいゼノブレイド、もしくはゼノシリーズも開発してるような気がしますけれどもね。そしてですね、動物の森ポケットキャンプコンプリートが発表されました。これはスマホ向けのアプリなんですが、12月3日に発売です。ご存知の方も多いと思いますが、動物の森ポケットキャンプがサービス終了しますので、そのデータを引き継いで遊ぶことができる有料向けのアプリとなっております。まあ、サービス終了するようなゲームとかもこうやってケアしてくれるとなると、やっぱりすごく嬉しいですよね。なんか任天堂のゲームにはすごく安心感があります。そしてですね、もう一つ、10月30日今日からサービス始まりました、ポケモントレーディングカードゲームポケット、通称ポケポケ。皆さん遊びました？私も遊びましたよ。いやこのゲームね、やってみたくてやってみてきてしょうがなかったのさ。皆さんもやってみました？せっかくだからなんか引いてみようか。あ、ダメだ、ごめん、ダメだ、あと5時間経たないとパック開封できねえわ。今一番いいと思われるカードこれです。これ、いやこのカード表現めっちゃ良くね？めっちゃ良くない？めっちゃ良くない？もう困った時はこれで逃げることにするわ。これでね。